ちゃんくんがパパの膝の上を要求する頻度がすごく増えました。これは甘えているということですが、これをするからストレスが逆に増えるんだとしたら、ちょっと悩ましいとこですね。ずっとこうやって抱っこできる状態だったらいいんですけど、やっぱり仕事を取ってこないと生活ができないのでですね、お留守番もあるんだよ、ジャン君。まあいい、よかったですか。そんな動き。はい、お届け物でーす。製造できました。すげまたいっー。ぱいハ次、ムとか。肉だ。肉っていう肉。言い方なのね。ありがてー。美味しそうだね。そうだね。うん。なんか立派なお鎌肉。倉っていう名前で。うまそうな感じが余計するね。鎌倉ハム創業明治33年って書いてあるよ。今、鎌倉殿をやってるからね。うん。はい、どうもありがとうございありまがとす。うございます。これで年末の年食料が。末。 そう、なんかこのソーセージがめっちゃ美味しそう。あ、ソーセージの下にもまだハム入ってたよ。上手にボイルして食べましょいっぱい。あ、これステーキハムって書いてるからちょっとう。厚みがあるんじゃない？そうだよね。かったね、クロちゃんがは好い、きだね。どうもありがとうごごちざいそうさまでます。す。あそとしまたて、コーヒーだよ、きっと。ほら。はい、ありがてえ、ありがたあいりがてえね。コの、ーヒーはめっちゃありがたいね。いつもいつもありがとうございます。ね、ありがとうございおいしまくいただきます。す。はい。はい。 ジャン君、ポンちゃんもありがとうって言っといて。ジャンケ君ツ。とポンちゃんはなんで自分たちのじゃないってわかるのかな？うん、そうだね。そチェックに出てきません。うなの。とい爪うこ研ぎととかで、だとすぐ出てくるのにね。不思議。ありがとうごありざがいとうまごす。ざいます。ジャン君、家猫生活11周年おめでとうございます。全然ボケボケでおめです。とうございます。ボなケんでボそんケななこんとですよ。ここにポンちゃんがいるから。はい、ポンちゃん。ワンちゃんもお祝いを言ってください。ジャン君もう完全に隠れてます。よく寝ております。強眩い。しい。眩しいやつ出したよ。11周年だよ、ジャン君。11年もここにいるんだよ。あら、隠れた。あ、おジャトンイレ、君おトイ11レ。周年おめでとう。おはめでとう、おトイレい。今薬を飲まされてちょっとふてくされている状態です。トイレに行っちゃいました。今日は珍しくちょっとイヤイヤしました。僕11周年なのに。おいしいものじゃなくてお薬でごめんね、ちゃんくん。よいしょ。さあ、今日は生配信2回やるからね、ジャン君、いい顔してくださいね。お願いしますね。お父ちゃん、声気をつけてねって。ほんまやね。スチームやっとこうかな。ということで、ジャン君、おめでとう。ポンちゃん。ポンちゃん。おやすみなさい、ポンちゃん。書類に、ああ、キーボード乗ってる。はい、ジャン君。ジャン君、おやすみ。もう眠いから寝ますよ。すごいことになってるのに机の上。おいちゃん。